1987年東京都知事選挙は、1987年4月12日に執行された東京都知事選挙。第11回統一地方選挙の一環として実施された。3期目の鈴木俊一に、都政与党の自民党と民社党、公明党が相乗りした。一方、1980年の社交合意により、境外化していた社協共闘が、 1955年の革新統一候補、有田八郎以来34年でついに和解した。日本社会党では小中陽太郎や小田実らの名前が浮かんでは消えたが、自らも有力候補であった新委員長の土井孝子が内部の路線対立をまとめられず、混乱の責任を取る形で、党と本部委員長で元参議院議員の和田志蔵が自ら出馬した。 日本共産党は勤労者通信大学学長の畑田茂を推薦したが、革新統一の候補を擁立できなかった。花形武士と深作聖二郎の政権放送が話題を呼んだが、都知事選5度目の深作は、生涯最後の出馬になった。同じく常連候補の品川氏は、唯一の市長選挑戦となった。1955年から9回連続で出馬を、していた。 赤尾里氏も、深作同様、これが、最後の都知事選出馬となった。東郷県は、太田竜の掲げるユダヤ陰謀論に感化され、1990年の第39回衆議院議員総選挙以降、共闘するようになる。渡辺は、福田拓船の支援を受け、立候補した。11名、届け出順各候補の得票率、投票率は43.19%で、 前回1983年の47.96%を大きく下回った。候補者別の得票数の順位、得票数、得票率、積配率、協託金没収外境は以下のようになった。協託金欄のうち、没収とある候補者は有効投票総数の10%を下回ったため、全額没収された。 得票率と赤配率は未発表のため暫定計算とした。結果は、社会党推薦の和田と共産党推薦の旗田の二者が、革新税から立候補したことで、社協共闘が和解したこともあり、現職批判票が分散して無風化し、多選批判を乗り越えて鈴木が圧勝した。その他の候補の中では、唯一の市長選挑戦となった品川塚が赤尾里らを乗馬し、 その他の候補の最上位進出を果たした。ありがとうございます。